ありがとうございました。ありがとうございました。本日は寒い中、ね、ちょっと肌寒いです。まあ、僕の格好やしか。すいません。肌寒い中ね、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、予定より5分早いんですよ。終演がね。ただですね、こんだけしか用意してきていないので、なんかもう一曲やりましょうか。ね、まあ、同じやつですけどね、すいません。じゃあ皆さんのね、拍手でちょっと決めたいと思いますので、これ聞きたい、もう一回っていうやつね、できればちょっと拍手でバチバチってやっていただければ嬉しく思います。1曲目お送りしました。宇宙戦艦ヤマトがもう一回聞きたい。OK です、OK です。大体思いました。2曲目、ドラえもんがもう一回聞きたい。OK です、ありがとうございます。3曲目、エヴァンゲリオン残酷な天使のテーゼがもう一回聞きたい。お、いいですね、いいですね。4曲目、ロマネスクがもう一回聞きたい。これなしで、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう貴重なご意見ありがとうございます。5曲目、夜にかけるがもう一度聞きたい。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。6曲目、勝手に仕上がりがもう一回聞きたい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。皆さん、ご意見いただきましてありがとうございます。最後のやつはやめときましょうか。最後のやつはね。はい。ありがとうございます。それではですね、ごめんなさい、皆さん座ってください。それではですね、私の独断と偏見でですが、皆さんの拍手が一番多かったんではないかなというですね、ドラえもん、これをですね、お送りさせていただきたいと思います。小さいお子様たちね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ぜひぜひもう一度ドラえもん聞いていただいて、まあ、こういう音楽にも興味を持っていただければ嬉しいなというふうに思っておりますので、たくさん手を叩いていただいた皆様、すいません、そういうことでご容赦いただければと思います。それでは、本日最後にもう一度ですけれども、星野源さんのドラえもんをお送りさせていただきたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。